千葉県は習志野、木更津総合、専大松戸など全国でも有名な強豪校を中心に昭和、平成、令和と高校野球を盛り上げてきました。そして2021年、新たに加盟した学校があります。それが光栄ベリタスです。2021年夏から公式戦に参加し、いきなり夏初戦で公式戦初勝利、そして昨年の秋の県大会ではベスト16入り。この3年目はさらに上位進出を狙う年でもあります。今回は光栄ベリタスの練習に密着、試合の躍進以外には語られなかった新鋭の奇跡に迫っていきます。千葉県松戸市秋山に所在する光栄ベリタス、かつては聖徳学園という女子校として運営されており、2021年に男女共学となり野球部が創設されました。グラウンドには高い防球ネット、バックネットがあり、屋根付きベンチもあり、フェンスはないもののしっかりとした土のグラウンド。活気よく練習する部員たちを見ると高校野球部の当たり前の光景に見えますが、創部当初はこれが当たり前ではなかったといいます。なんとスタート当初は今の立派なバックネット、ネット付きのベンチはなく、グラウンドも雑草が生い茂っていたようです。小菅首相は当時をこう振り返ります。実際来た時って、はい、こういうネットとか、はい、こういうベンチとか、はい、あ、もう来た時はもうここのベンチもなくて、このベンチもネットもなくて、もう全部まっさらな状態で、本当グラウンドなんか土だけがあってみたいな感じのところでやってたので、雑草も、あ、もう本当外野ももう雑草だらけで、もう草ばっかりしてね、はい、でも先生たちがずっと、うん、あれですか、草取り、草と、あの、回ってくれて、あの、抜いたりしてくれたり、あと保護者も結構父母の方とかもやってくれたり、と先生方も全部やってくれたりとか、監督もちょっと総菜巻いてくれたりして、結構指導者や、まあ、大人たちに結構助かると思うんですよ。そんな中、夏の公式戦で初勝利。やっぱそんな1年生、2年生、3年生関係なく、まあ、全力でみんなでやっていこうっていうふうに勢いだったら、まあ、3時間8分戦って、まあ、初めて勝利できて、本当にみんな嬉しかったんですけど、まあ、そこで嬉しがらずに、まあ、次、なんていうの、阿部くんがしにあったんで、まあ、そこも頑張ろうっていうふうに、まあ、そこだけ喜ばず、まあ、これからどんどんつなげていこうっていうふうな感じでしたね。また、練習の雰囲気を見ると、のびのびとやっているのが分かります。練習からプレッシャーをかけるのではなく、楽しい雰囲気を試合でも同じように行うのが光栄ベリタスの方針。そして選手たちの髪型を見ると坊主ではありません。坊主にしなくていい、のびのびと練習をやれる、こうした雰囲気に惹かれて、現在の2年生は能力のある選手が入部。エースの早川投手は入部理由についてこう答えます。ショートに辻っていう、はい、その人は小学校の頃からの中で、はい、一緒にやりたいなと思って、はい、あとは新設校の、はい、僕は新設校で野球部が創部2年目という年で、はい、自分が投げて活躍したいなっていうありました。創部1年目からの検討に学校側も後押しし、2年目にはネット裏、防球ネットが完成、そして父兄の支えもあり、ベンチも完成しました。さらに環境面ではブルペン、そして学校の中にはもともと柔道部が使っていた道場、そしてトレーニングルームも完備、環境面が揃いました。こうしたこともあり、新設野球部ながら3学年で70人の部員を抱える大所帯の野球部になりました。現在の3年生は誘いを受けるまで同校の存在を知らなかった選手たちばかり。これほどの部員が集まるまでの認知度が高まったのは1期生である3年生の活躍、周囲の支えによって実現した環境面の進化が大きいといえます。光栄ベリタスですが、最終下校が19時と決まっているため、片付け含め18時半までに終わらせなければいけません。それでもこだわっているのは、人数が多くなっても全員同じメニューをこなします。
ノックになっても全員で参加します。そのため一人当たり補給数、打撃練習の数は限られていくので、選手たちは練習の合間ではキビキビと動き、そして集中して練習に取り組みます。そんな環境の中で実力をつけてきたのです。ここで期待の注目選手を紹介します。まず紹介するのが2年生エースの早川投手。181センチ90キロと恵まれた体格から投げ込む直球は最速138キロ、スライダーも非常にキレがいいです。昨年の秋の県大会でも好投を見せ、着実にステップアップをしています。そして2年生スラッガーの伊藤選手はここまで通算10本塁打175センチとそれほど上背はありませんが、パワフルな打撃で次々と長打性の打球を飛ばし、ピカイチの打球を飛ばします。3年生を迎えた選手たちの打撃力も素晴らしいものがあります。夏のシードを狙った県大会ですが、2回戦で千葉北に敗れノーシードとなりました。1年生から試合に出続けていた3年生はこれが最後の夏になります。改めて主将早川投手に意気込みを語ってもらいました。最後の夏が、まあ、訪れてしまって、まあ、結構2年早かったなというふうに思ったんですけど、まあ、本当に次は負けたら本当もう高校野球人生終わって、まあ、野球もやらないしとかももう終わってしまって、まあ、今年の夏最後だとまた全員で、まあ、笑顔では終われるように、まあ、最後頑張りたいなと思います。3年生は最後の夏なので、自分がその夏で投げて、自分一人じゃなくてチーム全体で勝てるようないい姿で先輩たちが卒業できるように自分はサポートしてます。光栄ベリタス野球部の皆様、今回はありがとうございました。